皆さんどうもピーマンドです。実況142回目の今回は交流戦5カード目の戦い、ソフトバンク3連戦プレイしていきましょう。ついに両リーグ1位同士のチームの対決がやってきましたね。現在パリーグの首位はソフトバンクであり、そしてこのソフトバンクはペナント4年間すべて1位で来てますからね。めちゃくちゃ強いわけだ。ここまでは交流戦負け越しなく来れたが、まあ、この戦いというのは初めて負け越す可能性がある戦いになるでしょうね。まあでもしっかりと勝ち先に進み交流戦優勝をいただこうと思ってますのでね。そして注目点はそこだけじゃなくてもう一つあるんです。それは現在巨人に所属している小林誠司が497安打を通算で放ち、節目の500まであと3本とリーチをかけている状況なんですよね。まあ、順調にいけばこの戦いの中で達成できるものだと思いますので、しっかり僕の手で打ち達成といきましょう。一戦目の戦い、互いのベストオーダーはこのようになってますね。相手は千賀をいきなり出してくるわけだ。ならばこちら、正弘、田中を先発で、そして大谷を4番起用になりますね。今日の一戦はチームのピンチと、まあ、この3連戦、小林に注目していきたいと思いますので、まあ、一戦目から負けないように、なんなら一戦目から小林の500安打を達成できるようにやっていきましょうよ。ただ怖いっすね。本当にスイープされてもおかしくないし、またこちらがね、勢いを考えればスイープしてもおかしくない。実力的にはかなり近いものがある。どっちが上になっても、どっちが下になっても、その時の調子次第で変わるでしょうね。おかしくないので、まあ本当力を入れてね、張り切ってやっていかないと。まあ俺の力っていつも張り切ると空回りするんですけど、今日は空回りしない。しっかりと芯で捉えて打つ。芯で捉えて投げる。そして勝つ。よろしく！さあ、プレイボール。巨人打線爆発といきたいが、初回はゼロか。おーい、でも1点入ったよ。いいっすね。ただ1点入ったら大丈夫ですね。1点やるチームではないですから。そして小林の打席、節目の記録まであと3本。リーチをかけてるのであればね、もうそこでドタバタドタバタグダグダせずにね、スムーズに達成といきたいんだけどね。うわー、でピンチきたよもう。そして1番上林、打ってるな。理想的なリードオフマンじゃないですか。抑えるしかない。おっと、これは、いや、内野安打になるわ。いや、坂本が刺すか。ダメだ、もうこれは打った瞬間内野安打確定の打球でしたね。そして朝山、誰やねんお前、ようわからん選手だが。ただその朝山君、ありがとうありがとう、いやね、完璧なゲッツーじゃないですか。でメヒア、これ元広島のね、戦力外になってからソフトバンクにね、来たんですけど、めちゃくちゃ活躍してるよ、ずっとね。3年目くらいに加入した選手かな、ソフトバンクに。なぜ広島が手放したのかわかんない。これが広島にいたらかなりセリーグとしては厄介な存在でしたけどね。打たれないようにしないと。よし、よさ。割れ！落とせ！はい、決まった！これを振ってくれないがきついんだよな。右打ち！そんなバッティングされたらなおさら無理っすわ、こっちとしては。あそこまで振らないし、追い込んでからのこのバッティングだからね。内川に教えてもらったんでしょうね、間違いない。1点やっちまった。まあでも同点だ、まだ同点止まり。こちらとしてはまだ取ればいい、取るつもりだからさ。あ、いった、小林にチャンスでね。ワンアウトランナー1塁3塁、まあバットン当てればのケースだわな。ただここはもう最低限なんていらないんで、記録節目リーチかけてるんなら最高の形でね、行こうよ。ナイス、どん詰まりではあるが、これが小林だろ。いや、世界の小林を垣間見たような気がする。 WBC でもこんなどん詰まりの打球がなぜか落ちるラッキーボーイっぷりを発揮してたからね。今まさにそうでしょ、芯にも当たってね、完全なバットの先だからこそ生まれたヒットだよ。よし、これであと2本。そして得点も入った。おーイエスおーイエス。そして小林まだ回ってくる。千賀を打とう。ゴエーで千賀から今日2安打で記録にリーチをかけ、今日3打点の大活躍じゃねえかよ。ほーほーほー、やばい。誰やねん。いや、小林です。ご存知の小林です。皆が知ってる、よく見る、その辺にありふれてるね。小林って言ったらこの人が何人も集まるような環境ですから今。さあ、今日3安打で節目の500安打を達成することはできるか、このチャンス。いや、狙いますよ。やっぱ節目はね、一撃でっていうのはね、理想的ですから。小林の今季2号が、その節目であるのであれば、最高だけどね。うわー、欲張った結果の三振か。まあ、次の試合もあるからさ。なんならもう一回打席回ってくるかもしれんよ、これ。どうだ、来るか。いや、繋がってきたね。うわ、今日5打席目。
行こう。やっぱ欲張ると良くないな。いつも通り行けばいいんだよ。背伸びはダメだ。小林はこういう場面でホームラン打てる選手ではない。チームの勝利は確実だが、残念ながら節目の500は打てず。そしてこのピンチ、わけわからん。この点差から余計なことすんなよ本当にね。あ、もうこれもゲッツーだ。ありがたい。今日は要所要所のゲッツーがあったから勝ってたゲームですよ。得点が入ったからじゃなくてね。危なかったよ。要所要所ね、ほんとゲッツーで抑えられてなかったらすごいことになってますから。チームは11対3。正直点差ほど圧倒的に勝てた印象というのはないです、なんかどこかやっぱ相手が強いこともあるんでね、緊張感がこの点差になってもある。まあしかし勝てたのでよしとし、まあ何よりも小林で大活躍だね。節目まであと1本というところまで来れたのであれば、まあ2戦目そこで達成し、またチーム勝利で勝ち越しを決める、それが一番理想的だね。次の2戦目はこちらのベストオーダーになりますね。チームのチャンスとまたまた小林の打席に注目していきたいと思いますので、2戦目プレーボール。さあ今日小林の500とそして勝ち越しを決めましょう。いきなりのチャンスで大谷が打つ。朝飯前だね。早すぎる打つスピードが、ギネス記録級だよ。気持ちいいね。チャンスでこんな簡単に打てる、そういう世界が今ここにある。そして俺に微笑んでくれてる。そしてこういう最低限でも点取れる、最高の環境や本当に。いいね。これまでのペナントっていうのは極端だった。打つときは打つ、取るときはもう最低限でしか取れない、そういうときもありましたよ。でも今もうどっちもできるでしょ。一撃打つのもできるし、タイムリーでいけるし、そこから最低限もできるしで、そんな最高の環境を作ったの誰？俺。気持ちいい。さあ頼む、初回からの2点だ。何の心配もないと思うけどね。ただ菊池はソフトバンクをかなり苦手にしてるからね、ちょっとそこは怖いですけどね。まあでも大丈夫だと思う。巨人のユニフォームを着たお前ならば不思議と抑えれるでしょう。西武時代は全くソフトバンク戦に勝てなかったけどね、一勝も挙げてないですからね、まだプロ通算で。リアルな話、2018年現在ね。うわほら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 、もう何をしてるんだよ。やっぱお前メジャー行かなくて正解だったな。ソフトバンク以上の打線がうよ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 あっちしてるのね。言ってたらフルボッコンされてただけだよ。このペナントではね、リアルに行ったらどうなのか知らんけども、ただソフトバンク抑えられないやつやっぱ無理だよ。一つ目安になるよね。この打球はあらい抜けて通算500安打がこの流れで出ましたね。まあ詰まってはいる、決して強くないよ。でも小林らしいヒットじゃないですか。とりあえずおめでとう。まあまだまだ記録を伸ばしていける選手だと思うので、ここで終わりじゃない、クビでもない、先行こうやみんなでね。まあでもとりあえず拍手は送っておきましょう。素晴らしい、完全などん詰まりだわ。いいんだよ。そしてチームは負けてるからね、この小林のヒットをきっかけに繋いでいきたいが、最低限ですね。 OK。 おーい、あとちょっと内野安打もあったぞ。バッター坂本、大谷と続くとこ、何の問題も心配もない。点入って、まず点入れて菊池の負けを消していこう。逆転すればね、5回裏抑えれば菊池初のソフトバンク戦の勝ち投手の権利が得られるので、つけていきたいんだが抜けてくれたね。ピッチャーの守備能力のなさに助けられたわ。本来取られてるだけだよ今の。イエス、小林のヒットから帰ってくることができて、そして大谷能力も上がってるぜ。この大谷であればホームラン打つことも朝飯前だね。さっきも打ったし、ここも打って決めようや。結局大谷が全部持っていくんや。この主役ね、試合の主役は小林になるはずなんだけどね、本来は。違う、こいつだ。当てるの精一杯。最後早い球できたな、ゴリゴリと。同点にはしたが、勝ち越し点逆転っていうのはできなかった。こっからもう打たれたしな。もうこっから打たれたしな。ああ、もう知らん。ええわ。お前無理やわ。あ、メジャーいかんでええわ。いかん方がええわ。ひどいね。チームはまた同点には追いついたけどね。ひたすら打たれてるよ。そして小林501安打目。2試合連続の複数安打じゃないですか。いや、いいな。このチャンス、つないならであれば、返す。菊池のちょっとピッチングに関していろいろと文句をつけたいんですけどね、今はやっぱ点を取っていかないと。ただつながらず、どっちが勝つのこの試合。やっぱソフトバンク厄介なチームだね。ソフトバンクがというよりか、俺的には菊池の存在が厄介だわ。点取ってもすぐ取られるんで。よし、ここで
勝ち越し点が入りました。6対5ですね。いいですね。そして小林、本日3安打を記録できるか。502安打目打とうや。できれば一撃という形でな。ダメだ、今日同じとこにしか飛んでないヒットもね、凡退もね。さあ6点目を取れたんだが、吐き出すなよ。よし、守って、そして加藤、最後は打つ。もう最低限ゲッツーの間の追加点でしょうね。これができるから魅力的って言ったじゃん。最後抑えてゲームセット7対5です。ただそこに喜びはない。まあ小林の通算500安打めでたいことですけどもね。あ、バラのいい活躍もあったんだ。本日2ホーマー、お前がいなきゃ今日負けてたよ。先発の菊池は何をしてるんでしょうかね。本当に腹立たしいね。なんかソフトバンク戦に勝てない理由っていうのが分かったわ。とにかくもう相性が悪いんだね。生まれつき、生まれた時点でソフトバンクに負けてたんだよ。勝利はついてますけどね。こんな価値に何があるんですかね。菊池アンチも信者もみんな声を揃えて言ってると思うよ。この勝利に何の価値があるんだ。君は最低限の仕事を果たしたか。果たしてません。できてないんです。それであげた勝利って嬉しいかな。これでソフトバンク戦初勝利、よかったねなんてみんな言ってくれないよ。いつも通りの菊池がそこにいたから残念だったねってみんな嘆いてると思うよ。うん、俺も全然笑顔はないです。いいピッチングしたとも思いません。今日ついたのは打線のおかげだ。打線の足とケツを舐める菊池雄星が見れるんじゃないでしょうかね。てか舐めてもらわねば困る。打線におんぶん抱っこだったからね。感謝しなさい、あなたはね。まあでもこれで連勝連勝5連勝で2位とのゲーム差っていうのは 6.5 ゲーム差まで広がりましたのでね。まあ交流戦もうセリーグの中でもダントツで今勝ってるのであれば引き続き勝っていく。まあこの光景っていうのは去年も見てたからね。俺たちもう圧倒的だ、これも勝った、負けるわけないよの流れからの転落劇で終わってみればリーグ3位だったんだから、ほんと気を抜かないことですね。さあ、ソフトバンクすらも飲み込んで吐き出そうとしている巨人、3連勝なるか。今日勝ってスイープなるかだね。先発は畑、君に決めた。でちょっとやっぱ大谷疲労も溜まってきてるんで今日スタメンから外しましょう。大谷ありきでここまで勝ってきた気がするが、まあ、今日は大谷の力なんて借りないよ。大谷なしでも俺たちは勝てるんだ、強いんだっていうところを証明しないとね。このベストオーダーで試合臨んでいきたいと思います。最後はチームのチャンスピンチに注目なのでね、最後も勝つ、今までやってきたことをするだけだよ。さっきは結構苦しいゲームになったからね。でももう菊池雄星はいないから、ソフトバンク苦手にしてるやつはいないから、さっきのような展開になることもないでしょう。ひたすら打ち、ひたすら守る、そしてひたすら勝つ、そのやり方で最後も勝とう。行こうぜベイビー、畑頼むよ。チャンスを作るのはどっちだ、先にね、そして点を取るのはどっちだ。ん、いやー、先にピンチを作ったのはこっちかー。まあ、頑張りいいところだね。やりたくはない、やるつもりもない。よしよしよし、え、何してんのー。中井くんさ、あのさ、今季全然活躍してないんだよね君ね。バッティングでもクソだし、その守備でもこれ、おいおいおい、なかなかオタクふざけたことをしてくれますね。舐めてんのかとしか思えないんですけどね。うん、エラー持ちだからね。そのエラー持ちが今発動してあのプレイだったんだ。なんか赤いオーラが出てたでしょ、エラーした瞬間ね。あっそう、ここで発動されたの、そのクソみたいな特殊能力。はぁ、ほんでどうすんね、抑えるね、それだけやね。抑えられなければお前クビやね。とまではいかないけどね。大丈夫大丈夫、他のやつがミスしたら他のやつが取り返せる、そういうチームだ。ミスをプラスできる今の巨人はね。だから連勝してる。交流戦でも圧倒的に勝ってる。ええねん、エラー絡みの失点でもええねん。畑は内心ブチ切れてるかもしれないけどね。ええねん、気にすんな気にすんな、どうせ点は入るんだから、いっぱい入るんだから、星に願えば入るんだから、願いましょう今日もね、夜空に。そして祈りましょう。だからもう4回にいっぱい入るんじゃないですか。はい、ここは三振乗り切ったね。まあ本来ね、3つのアウト軽く取って終わってるはずのイニングなんですけど、ちょっと事故事件が起きましたので、もう起きないはずですけどね。もう次起きたらやばいですから、さすがに。さあゲレロの一撃で取り返そう、言ったろ、ミスをミスのままにしない、ミスをプラスに変えるのが巨人だと。変えれるはずなんだけどね、ミスの流れからのこのチャンスで P ゴロ引きずってますね、完全にね。あのエラーをね、せめて遠くに飛ばしたかった。チャンス来い。あ、行きましたよ。おい、でミスをした中井が二塁走者にいますからね。ただここはゲトゥ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 、完全に引きずってますね。王引いてるよね。
内心ずっとあのエラーがなければって思ってるよね。だからバッティングもこうやって形として現れてるよね。間違いない。引きずりすぎやろお前ね。わあ、その引きずった結果のこの失点だ。嘘でしょ、もう連勝が止まるぜ。打てばいい、田中を打つんだよ。正義はこっちなんだよ。ほらね、なめんじゃねえぞ。名前だけの正義に負けるわけねえだろ。勝った者が正義なんだよ。つまりは俺たちが正義だ。よし、ゲレーロのホームランで同点。一撃ですぐさま試合を振り出しにしたわ。まだ終わりじゃないよ。まだまだ始まり。ようやく始まりを迎えたね。申し訳ない、遅くなって。悪い意味の始まりっていうのはあったんですけど、いい意味の始まりがなかったからさ。こっから一気にもう俺たちが主導権を握り勝つんだ。得点欲しいね。はい、来た、このチャンス。バラーで打とう。とどめはバラーで。さっきは2ホーマーの大活躍なら、ここでも打って行きたいが追い込まれた。ミート打ちで、ナイスカット、いいよ。軽打で1点だ。次が4球目、投げました。ほい、うまい。うまくないわ、合わせられなかったな今のね。もうちょっと合わせてたら引っ張ってね、レフト線に強い打球になってる。ミートがずれていた。このチャンスで点取れなかったことはまずい。この裏何かが始まるかもね。うわー、やっぱ4点目入ったか。入る予感してたもん。ターニングポイントクリアしてるんで能力上がってるでしょこれ。あ、そうでもないんだ。でもあのピンチを抑えられたということはそういうことだね。ほんで中井もこれ取れねえし、もう取れよお前。もうあのエラーはしゃあないにしても、今のは取れたろ。普通の二塁手なら取れてんじゃん。つまりはお前普通じゃないってことだよ。もう何打球見上げてんだよ。うわ、まだまだピンチ広がってるよこれ。どうしたんもう本当に。これ以上点差開けられたら一撃でも、ね、取り返せないくらいになりますからね。まだこれだと一撃で取り返せるんで、もうとりあえずこれを守っていこうよ。強い打球は抜けていく。だから今のもね、もう少し反応スピードが速ければ取れてるの。中井だからだよお前。今日もう中井によって試合ぶち壊しじゃねえか。始まりからここから吉川なら取れてるよ。マジでこいつのスタメン起用はもうなしだな。打ってたから多少の守備のなさをね、なんていうのかな、ごまかしてるじゃないですけど、相手見ずにね起用してましたけど、これならもう起用する意味ないもんね。打たないし守らないし、こんなやつを起用してる俺って何なの。試合中に呪いの装備すんなよお前。エラーすんなよ。残念ながら今アウトにしてももう遅いです。3点やっちゃったからね。まあ、また一撃で取り返せる点差ではあるけどもね。よし、取り返そう。一塁二塁で宇佐美、強打の名捕手宇佐美、打つぞ。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。うわー、もうダメだ。こっちとしては打球がもう弱すぎる。流れが止まってる。だからこんな打球にもなるんだよ。でまだピンチを作るんかい。もう完全にエラーの流れ引きずっちゃってますね。秋山はもう無理だね、させないわ。はい、これで追加点で7点目。4点差だとグランドスラム打たないと同点にできないからね。最後にそういうチャンスも作れるわけもなく、勝てば6連勝の試合。残念ながら負けちゃったね。勝ち越しにあることには間違いないんですけども、なぜ負けた。勝てるゲームだった。なぜなの、みんなが知ってる。ここまで見てただろ。中井がエラーをしたから、そして中井がバッティングで取り返してくれなかったからだよ。もうあいつによって試合をぶち壊しにされたね。だから内野手ってものすごく大切なんだよ。まあ内野手に限らずね、フィールドに立つ人間がやっぱああいうプレーをかましたらチーム全体に悪影響をもたらすからさ。まあいろいろと嘆きたくなる気持ちもたくさんあって、まだまだ嘆き足りないんですけども、何度も言います、結果勝ち越しです。相手はパリーグを4年連続で制覇して、そして今年も1位のチームですから、そんなチームにすら巨人は勝ち越しをあっさりと決めれるチームになってるということは、このまま本当に止まらず先に進めそうですね。今季こそこのシリーズの最大の目的でもある100勝というようなチャンスがあるし、まあ優勝はもちろんもうこの時点で、ほぼほぼいける状況なので、あとは俺たちがこけなければね、走り続けられればね、どうなるか、まあ今後お楽しみに。そして交流戦も戦いも残るはあと1カード、西武戦のみということになってます。西武の主力選手はみんな巨人だったり、セリーグ流れてきててですね、今残ってる選手っていうのはそんな大した選手が全くいない環境なんですよね。そんなチーム負ける巨人いていいと思う。ない、なので、まあ秋山だったり菊池だったり、また増田だったりね、西武の主力がいる巨人が、その西武をぶっ倒して
そして最後笑顔で終わりたいと思いますのでね、次回の動画お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またもう。